ありがとうございます。皆様改めまして、二見宗一です。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本日はですね、町田の鈴木楽器店さんにて、二見宗一店頭イベント開催させていただきます。今日はお集まりいただいて皆さん本当にありがとうございます。昨日ですね、発売をいたしました、レイジの終列車、そして基礎の峠、今日もですね、歌わせていただきますので、どうぞ皆さん最後まで、たくさん歌います。お楽しみください。よろしくお願いします。おとといからですね、東京都内の方で、イベントで回らせていただいてるんですけれども、今日も皆さん、実はおとといしか僕このジャケットを着てなくてですね、ポスターのこの青い衣装で、昨日からそして今日と、黒で歌わせていただいてるんですが、初日にですね、もう水をかぶったように汗かいちゃいました僕は。はい、クリーニングに出しております。もう少々お待ちください。僕も1回しか着てません。なので発売してからですね、はい、なので今日は、なかなかねこの黒の衣装も、着ることがないので、今日は皆さんに黒で、ちょっとシックに、カチッと着ていただきました。ありがとうございます。この曲、この、衣装はですね、前作先ほど歌わせていただきました、無情の酒の時に、あの時ピンクの衣装だったんですけど、それと一緒に作っていただいた、もともとこっちがジャケットのはずだったんです。はい、でもディレクターさんがですね、意外と二見くんピンクが似合うねっていうことで、似合ってました、似合ってました。なんとジャケット撮影の日にピンクがジャケットになるというですね、もうずっと僕もこの黒の気持ちだったんですけれども、はい、でもなかなか着ることがなくて、はい、これも、本当に昨日久しぶりに着て、そして5月のですね、5月の6日と13日に、徳光和夫さんの、名曲日本に出させていただくんですけれども、その時に、黒の衣装で、出ております、ムード歌謡特集という番組で、2週連続出させていただきますので、ぜひ皆さん、ご覧いただきたいなと思います。5月6日と13日ですね、はい、久しぶりにこの黒の衣装で、出ておりますので、見ていただきたいなと思っています。ではですね、次の曲はこのレイジの終列車のストーリーの元になった一曲になっております。前作のカップリング曲です。ごめんよ、聴いてください。ありがとうございます。ごめんよ、聴いていただきました。無情の酒、ごめんよもなかなか、新曲として前作出させていただいたんですが、こうしたキャンペーン、イベントで回らせていただく機会はですね、ほとんどなくて、実は、今日鈴木楽器さんの方で歌わせていただくのも、デビュー曲の、作品哀愁峠以来なんですよね。はい、なので5作品ぶりにこうして、ステージに出させていただいて、何回もですね、鈴木楽器さんの方には、お邪魔させていただいてるんですけれども、なんとこうして歌わせていただくのはデビューして2回目なんですよね。はい、今日は2回目で、でその時、このねステージで歌ったんですけど、もう着きそうだねっていう話をしたんですよ。はい、何年後かには着いちゃうんじゃないっていう話をしまして、はい、着実にですね、1年に1センチずつなぜか伸びてまして、本当にここ着くんじゃないかなって、5年後ぐらいに、もうこれぐらいで止まってほしいんですが、はい、なのでその時、こちらのですね、キャンペーンで着ていた、着物だったんですけど、その着物をもう着られなくなっちゃいまして、はい、もうここら辺になっちゃったんです。なのでね、デビュー曲のあの茶色い着物、もうですね、もうほとんど、袖も短くなっちゃって、足も短くなっちゃって、着れなくなっちゃって、もう衣装さんは大変ですね。もうそれ以上伸びないで二見くんって毎回衣装を作るたびに言われて、なので衣装を作るたびにですね、採寸しないといけなくなってて、羨ましいのか、縮むね、一歩縮む一歩。いやでも皆さん、僕は時々ふるさとに帰るんですけど、僕のふるさと宮崎に帰るんですけど、毎回おばあちゃんに会うとですね、毎回おばあちゃん会うたびなんかちっちゃくなってる気がして、僕は伸びるし、おばあちゃんちっちゃくなるし、はい、今僕の半分くらいしかないんじゃないかなと思って、おばあちゃん
会うたびに、ね、本当にちっちゃい、可愛らしいおばあちゃんなんですけど、そのおばあちゃんも大好きな、無情の酒ごめんよ歌わせていただきました。ここからは、アルバムの曲を一曲皆様にお届けしたいと思います。ハヤテ2で収録をさせていただきました、星影のワルツという曲を聴いてください。ありがとうございます。星影のワルツ聴いていただきました。皆さん6月29日なんでこの手をしたんでしょうか。6月29日にですね、僕の3枚目に、なりますミニアルバムを、出させていただきます。ハヤテ3です。3枚目なので3になっております。1枚目がハヤテ、そしてハヤテ2、ハヤテ3ということでですね、今回の、6月に発売するアルバムは今まで7曲だったんですけれども、今回9曲、収録になっておりまして、オリジナル曲が今まで出した4曲ですね、修善寺の夜、そして若竹、無情の酒ごめんよが、収録されております。そしてカバー曲も新しく3曲、また皆さんもですね、一番気になるところだと思うんですけれども、アルバムオリジナル曲も、2曲新しく収録を、させていただいておりますので、ぜひですね、お楽しみにしていただきたいなと思うんですけれども、まだまだちょっと、発売は先になるんですが、もう収録も、レコーディングも終わっておりまして、でジャケットも、完成しておりまして、ジャケットもですね、皆さんまた一風違った、表情をしております。二見総一です。もう完成してるんですけども、またより良い形で皆様にお届けしたいということで、まあ、あと、そうですね、2ヶ月ぐらいお待ちいただく形になるんですが、そのアルバムオリジナル曲もですね、今まではところがぎっちょん恋之助だったり、大江戸つじり小唄だったりですね、そういった小唄もの、ちょっと、息のいい感じの曲も収録していたんですが、オリジナル曲も、ガラリと雰囲気が変わった、2曲になっております。この辺にアルバムの話はしときますかね。はい、長くなるとついつい歌っちゃうので、僕が、はい、解禁前に歌うのはですね、今日はもうギラッと目を光らせてるお二人が、はい、初日からついていただいております。目を光らせておりますので、はい、この辺にということにしておきます。ぜひ皆さんアルバムの発売も、楽しみにしていてください。はい、それでは、カバー曲2曲目は、僕の、大好きな、1曲を歌わせていただきたいと思います。バスストップをお聴きください。ありがとうございます。バスストップ聴いていただきました。今日は、昨日とまた日で変わってとても涼しくて、汗かかないかなと思ったんですけど、やっとにじんできましたね。ハンカチの役目がやっと出てきました。でも最近暑かったじゃないですか、皆さん。ずっともう昨日、キャンペーンが終わって帰った後に衣替えをしたんですよ。もう早めに帰ったので、昨日は夕方ぐらいに帰ったので、で衣替えをして、もう長袖も全部、はけて、半袖に、そして薄手の、生地の服に変えて、よし、もう明日から涼しいぞと思って、朝半袖着て、もう寒いこと寒いことであんまり噛み合わないんですよ、毎年僕は。はい、僕はあの、服はですね、衣装がとても多いので、あの家のクローゼットは、なので、あの普段着は、着ない服は大体実家に送り返すんですよ。はい、もう実家にあの僕の、部屋があるので、まだ、はい、そこにあのなんか積んでるんじゃないですかね、多分母ね、段ボール で実家に送り返して、でそしてもう夏になって、で実家からあのこれ着る、これ着ないみたいな母と電話するんですよね。だから、あ、着ないかな、あのビデオ通話で、あ、もうこの服着ないかなみたいな。で、着る服を僕が選んで母が東京に送ってきてくれるんですけど、で、また半袖が届いてきてね、薄手の届いてきて、で昨日衣替えをしたんですけど、まあ、また今日からね、なんか数日ぐらい、涼しいみたいなので、はい、また引っ張り出さないとなと思ってますね。はい、なので皆さんもまた気温差がすごく激しいですので、はい、お体に気をつけて、歌ってじゃないな、歌うのは僕だな元気に過ごしていただきたいなと思います。次の曲、カバー曲最後の曲になるんですけれども、この曲で、また一段と、
この会場も熱くなるんじゃないかなと思っております、僕の、事務所の先輩、そして大先輩の松村和子さんの名曲です。帰ってこいよ、聴いてください。ありがとうございます、帰ってこいよ、聴いていただきました、事務所の、ね、大先輩松村和子さん、今日はですね、松村さん長島温泉の方に行かれてるそうで、はい、10日間の、イベントだそうです、僕の、事務所のマネージャーさんも一緒に、ついて行ってるんですけれども、温泉がすごくいいらしいですね。はい、もう今5日目ぐらいなんですかね、それでもあの全温泉回れてないって言っていたので、はい、でいろんな、ね、効能があったりする温泉らしくて、で僕日本舞踊をやってるんですけれども、舞踊の先生が西崎みどり先生 で西崎先生もですね、長島温泉の方に行かれたそうなんですよ。で僕も行きたいなと思ってたら、あのいろんなね、その温泉の効能があって、意外と皆さん温泉って旅行に行って、まあ、2泊3日で朝入って夜入ってとかで、大体多くて3、4回とかじゃないですか、まあ、少ない方は1回夜に入るだけで、でもそのイベント期間10日間いると、もうお風呂が毎回温泉なんですよね。その効能ってやっぱり効くらしいですよ皆さん、はい、もう擦り傷とかね、腰痛とかあるじゃないですか、でやっぱりちゃんと効くらしくて、なので温泉は、地元の方が、僕が宮崎なので上の大分とかはですね、家に温泉が引いてある家がいっぱいあるので、なので毎日お風呂入ってるのが本当に元気な方が多くてですね、温泉って毎日入って、やっと効能を感じるらしいので、僕も、長島温泉のお仕事を入れてください。何としてでも温泉に入りたい。お願いします。ぜひ皆さん、あのでもうちょっとコロナが収まったら、そういったイベントも、開催してね、僕の曲歌を聴きに来るのもとても楽しみなことだと思いまして、またその、旅行先の美味しいものとか、もちろん温泉とかもね、楽しめる時期がもうちょっと早く、来てほしいななんて思っております。また、ね、このレジの終列車の新曲で、今年はより日本全国回りたいなと思っておりますので、ぜひ皆さんもあのね、ちょっと町田に住まれてる方は、遠くなるかもしれませんが、東京から出て、会場とかもですね、僕の宮崎のコンサートとかにも、一度足を運んでいただきたいなと思っております。ぜひ皆さんいつか、ふるさと宮崎にお越しください。ありがとうございます。さてカバー曲聴いていただきましたけれども、ここからは早速、僕の新曲レイジの終列車、そしてその前に基礎の峠を聴いていただきたいと思います。この基礎の峠は、信州長野の基礎を、舞台にした一曲になっておりまして、でこの基礎の峠もですね、メロディー曲調も本当に、のどかな、僕の、今まで歌ってきた望郷演歌、この声にぴったりの望郷演歌がですねになっております。そしてそのまたガラリと、ね、B 面とは変わって A 面の0時の終列車は、青春歌謡、そして青春歌謡の中にも、今までの皆さん、上野駅とか、列車をモチーフにした演歌歌謡曲っていっぱいあるので、哀愁列車とか、赤いランプの終列車とか、その列車のリズムに合わせた、とてもリズミカルないい曲になっていますので、ちょっとね今までの僕の、出させていただいた曲の中では、雰囲気の変わった曲になっているんですけれども、また新しい、僕の一面が、見ることのできるいい曲になっているんじゃないかなと思いますので、楽しんでいただきたいと思います。それでは、まずは基礎の峠聴いてください。ありがとうございます。基礎の峠聴いていただきました。熱っ熱っ熱っ、はい、今日もハンカチは大活躍ですね。はい、はい、ということで、皆様本日は、町田の鈴木垣さんにて、二見総一イベント開催させていただきました。本当にこうした皆様を前にして歌うというイベントは約2年半ぶりぐらいになるんですけれども、
デビューした年1年目しか、こうした皆さんの前で歌うという活動ができなかったので、本当に、新たな気持ちで、こうしたイベントをさせていただいております。少しずつ、ステージがですね増えてきましたので、今年4年目になりますけれども、本当に1年目のような新しい気持ちで、そして、今年から僕は新社会人になりましたので、社会人1年目ということで、頑張っていきたいと思います。またね、昨日発売ですから、本当に、いい曲です。終列車、僕が特急列車のように突き進んで頑張りますっていうことを言ったらですね、いや、そうちゃん、各駅停車のようにもう一駅一駅回って、もういろんな人に聞いてもらってゆっくりゆっくり、行ってねっていうのを、おっしゃっていただきましたので、僕も、この性格ですから、もうのんびり、各駅停車で、各駅停車の0時の終列車で、いろんな方に、より多くの方に聞いていただきたいなと思って頑張っていきますので、皆さんどうぞ、応援をよろしくお願いいたします。それでは、最後に聞いていただきます。0時の終列車、待ってました。だけど「やっぱりもう一度会いたくて」「恋がゆく恋がゆく」「はかない恋がゆく」ありがとうございます。ありがとうございます。皆様、本日は一人総一歌唱キャンペーン、町田鈴木垣さんにて、行わせていただきました。本当に足を運んでいただいてありがとうございます。これからも、二人総一各駅停車で頑張ってまいりますので、応援よろしくお願いいたします。皆様、本日はありがとうございました。鈴木垣店 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。令和にこだまするやまびこボイス、二見総一です。4月27日に二見総一5枚目のニューシングル「0時の終列車」を発売させていただきました。この曲は少し悲しげな青春歌謡になっているんですけれども、列車ものの列車のリズムに合わせてリズミカルに歌っておりますので、ぜひ皆さんもカラオケで歌われる際はリズミカルに、リズムに乗って歌っていただきたい一曲でもございます。そしてカップリングの基礎の峠は A 面 B 面からりと雰囲気を変えて、とてものどかな信州長野基礎の風景が浮かんでくる、とてものどかなメロディーになっておりますので、ぜひ皆さんも0時の終列車、そして基礎の峠もたくさん聴いて、歌って楽しんでいただきたい一曲です。それでは、たくさん聴、いていただきたいと思います。僕の、0時の終列車、たくさん聴いて応援してください。よろしくお願いいたします。以上、二見総一でした。